はい、よろしくお願いします、はい、今回は1枚のカード選んでもらいたいと思うんですが、その前にですね、僕の方であらかじめ3枚のカードを抜き出しておきたいと思います、はい、こちらが予言のカードとなるわけですね。これが2枚目、そしてこれが3枚目。この3枚のカードを予言のカードとして使いたいと思います。こちら後で一緒に確認しましょう。そしたら今度残った束を適当に3つ、3等分ぐらいに分けていただいてもいいですか。はい、お願いします。大体で大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。結構いい感じでバランスよく分けていただいたと思うんですが、さらにこの中でどれか一つ使いたい束を指さしてもらってもいいですか。じゃあここで。ありがとうございます。じゃあこちらの一番上にあるこのカードを使いましょう。当然今適当に分けていただいたと思うんで、一番上に来てるカードっていうのはランダムになってるはずですよね。そしたら僕の予言から見ていきましょう。まず1枚目の予言がスペードの3、2枚目の予言がダイヤの3、3枚目がハートの3。ということは選んでいただいた束の一番上にあったこのカードこそが、クラブの3です。ごめんね、ちょっと食事中なんだけど、ちょっと見てほしい、ちょっと自慢したいことがあって、マジシャンってやっぱ普段から指先の感覚を鍛えてるわけじゃん、だからこんな感じで、例えば飲みかけの缶を極限のバランスを取ったりとかってすることができるわけ、でも実はこれって結構簡単な方なのよ。ちょっとスマホ借りてもいい？ごめんね、ありがとう。例えばこういうトランプを使ったとしてもね、よく見てね、こっちの方がかなり難しくなるんだけど、トランプの上に、どういうこと？こんな感じの不思議な世界を作り出すこともできるわけね。はい、よろしくお願いします、はい、今回こちらに用意したのはボルトとナット。ボルトとナットってのはどうなってるかっていうと、こんな感じで、まあ、ぴったりサイズでね、回していくことによってどんどん締まっていって固定されるみたいな仕組みですよね、よかったらこれ手に取ってもらって、ちょっと怪しいところがないか確認してもらうとともに、中央ぐらいまでナット締めてもらってもいいですか。はい、ちょっと確認してもらってもいいですか。お願いします。うん、まあ至って普通のボルトとナットですよね、当然回していけば締まるし、逆に回せばどんどん外れていくしっていう感じだと思います、ありがとうございます。そんなもんでいいですよ、はい、ここまでまあ入れてもらうと、まあ当然ね、結構何回か回して外さなければいけません。ただ僕はこのナットに一切触ることなく外してみせます。いきますよ、レディーゴー。はっ、徐々に徐々に外側へ回っていき、これで完全に外れてしまいます。今一度よくお確かめください。ありがとうございました。かなえです。今回はトランプから日用品を使ったものまで幅広い3種類のマジックを紹介。難易度の観点からもこの動画の解説を見ていただければ再現可能ですからね、ぜひ最後まで見て習得して周りの人たちを驚かしちゃってください。それではここから解説スタートです。ゆっくりしていってくださいね。まずは最初に行ったカードでの予言マジック。最終的に4枚の同じカードが出現するため、エースプロダクションの一種と捉えても OK ですね。使用するのは1組のデック。一切の準備をせず即興で行うことができます。マジックを始める前に一度広げて示したり、観客の方にシャッフルしてもらっても OK。 そこから予言のカードを3枚取り出すことを伝え、自身だけでボトムのカードを確認します。例えば今回のボトムはエース。そう、このボトムのカードを除いた残りのエースを予言のカードとして突き出していくわけですね。1枚、2枚、そして3枚。3枚見つけることができたら、人差し指と小指を当てることで一度サイドを揃える。これらのカードを人差し指で回転する直前に親指でボトムのカードを付け加えていました。そして何事もなかったかのように後で確認することを伝え、裏向きで置いておくわけですね。演者の視点からも見てみましょう。当然このボトムのカードは演技を始める前のカードの羅列によって変わります。ボトムのカードと同じ数字のカードを3枚、予言のカードとして突き出していく。サイドからプレッシャーをかけた後、これをカバーとしてカードを添えてしまう。4枚であることが伝わらないように軽く揃えて、そっと机に置いてあげてください。多少ずれていても構わないので、心配のあまり目線がカードに集中しすぎないように注意します。次に観客にデックを手渡して3つの束に分けてほしいことを伝えてください。
すでに欲しいカードは手元にあるので完全に自由に分けてもらっても OK。 さらに束を1つ選んでもらい、その束のトップのカードを付け加えます。当然このカードも完全にランダム。観客の方は4枚だと思っていますが、実際には手元に5枚のカードが来ている状態ですね。お好みでその他の束のトップのカードを見せ、ランダム感を出してもいいでしょう。ここからいよいよ1枚ずつカードを示していくことになります。まずは予言のカードから見せるという流れなので、ボトムから回してきてひっくり返す。そしてカードの前エンドを隠すようにして分かれているパケットに置いてきてあげると、全く同じ動きで2枚目も示しておく。3枚目も示しておきに行きますが、ここは不要なカードを処理するタイミングだったんですね。今まで通り取るのではなく、ボトムのカードをスライドさせるイメージで2枚を持ってくる。この際にカードの厚みをカバーするために全体を通してビドルグリップを使っていました。そして手元に残るのは最初に抜き出しておいた予言のカードのうちの1枚です。これを観客の選んだ束のカードとして示してあげれば、4枚の同じカードのみがその場に残る。それすなわち予言が成立したことになるわけですね。せっかく4枚を出したわけなので、それを使った別のマジックにつなげることも容易でしょう。具体的にどんなマジックにつなげられるかを概要欄のリンクからご覧ください。続いては缶とカードを使って奇妙なバランスを取るマジック。当然僕の特技でも何でもなく、トリックさえ知ってしまえば誰でも真似することができます。そして缶が立つトリックとカードの上にスマホが乗るトリックはそれぞれ全くの別物。それをあえて続けざまに行うことで、どこがトリックの角なのかを分かりにくくしていました。まずは缶の方から見ていきましょう。一般的な 350ml のショート缶であれば、コーラやお酒などでも行うことが可能です。ただしこのままの状態では実演のように斜めに立てることはほぼ不可能でしょう。少し考えたら分かる通り、重心が設置している点からずれていて倒れてしまいます。これを残っている飲料の量を減らすことによって真上あたりまで持ってくるわけですね。それでは失礼して。大体で構わないので残り3分の1程度にするとぴったりバランスが取れるようになります。実際にやってみると意外と簡単に立つので、シビアに量を調節する必要はないですからね。でもだからこそ手を震えさせて慎重に立てている様子を演じられると、より不可能性が高く見せることができます。披露できる機会も多いと思うので、小ネタとして覚えておいて損はないと思いますね。ただし缶の性質を使っているということは、観客の方も真似すればできてしまうということ。不思議さを保つためには、先ほど述べた通り別のトリックを使った現象を用意できるとベスト。今回はカードがそれに当たります。どんなトリックがあったかというと、あらかじめ簡易的なギミックを仕掛けておきました。不要なカードを2枚ご用意ください。そして片方の表面を2分割するようにカッターで切れ込みを入れていきます。切り分けるのではなく、厚みの半分くらいまで刃を入れるイメージですね。その切れ込みに沿ってカードを折ると、普通に折った時に比べて折り目を目立ちにくくすることができます。とはいえ多少白く印刷が剥げてしまうので、同じ色のペンを使用して模様に沿って修復塗装するとベターですね。このようなカードを作ることができました。これを両面テープを使用して同じ向きで半分だけを貼り付けてあげましょう。もう何が起きていたのか分かってきましたかね。お好みでデックに混ぜ込んでおいても OK です。使うタイミングになったらスマホを借りて観客側にフェイス面を向けます。裏でテープで固定していない半分を開いていくと、カードが T 字となってバランスを取ることができるという仕組みになっていました。ストッパーとなる部分はカード全体がカバーとなっています。演技終了後は折り目を閉じて軽く裏面を示したら、観客が確認したいという前にデックに混ぜ込んでしまえば OK です。できる方はあらかじめ同じカードをトップに置いておき、アージは確認するという流れでトップチェンジを行い処理してあげてもいいでしょう。過去の動画ではお札を宙に浮かせてみたり、カードがありえない形で浮遊するマジックも紹介しているので、類似のマジックをもっと見てみたい方はこれらの動画の実演部分だけでも概要欄からご覧ください。さてラストはサムネイルにもなっているボルトとナットを使用したマジックですね。あまりに不思議、マジックに慣れている方なら想像がつくと思いますが、実はギミックを使用しています。僕のチャンネルでは珍しい既製品を使用したマジックになりますね。そのトリックの全てではありませんが、重要な部分を解説していきたいと思います。なぜナットが手を触れずに外れるのか、それはボルトの方があるきっかけによって細かく振動するからなんですね。そしてそのきっかけとなるのがこれ、磁力に反応するようにできています。近づけてみると、ビジュアルに現象を起こすことができます。あとはいかにバレずに磁力を使用するか。 PK リングを使用してもいいですが、代用品を100均にあるもので作成可能。一例を紹介しますね。一切れのガムテープを用意して、中央部分に薄い円盤型の磁石を貼り付けます。そして左右の端を合わせてくっつけることによって T 字のフラップを作成。実際にやってみますね。
このようなパーツを作成することができました。こうすることによってこの磁石を指の間に挟むことができるようになるわけですね。自分の肌の色に合ったテープを選ぶことでより目立ちにくくすることも可能です。このパーツを挟んだまま演技を行い、終了後はボルトとナットを示す流れの中でラッピングしてしまうと。ちなみにギミックの方はどれだけ注目して見られたとしても外見でトリックが透けることはありません。もっと具体的なギミックの内容が知りたいという方はぜひご自身で購入して確認してみてください。ちなみに僕が購入したのは Amazon で2000円くらい、一応ちゃんと言っておきますが案件とかではないですからね。数年前までは1万円前後で売られていたものと類似のギミックであることを考えるとコスパは悪くないのかなと思ったので今回軽く紹介させていただきました。興味がある方は概要欄のリンクから商品ページを覗いてみてください。今回はラフにできるマジックをイメージして3つほど紹介させていただきました。過去にはスマホや手を使ったマジックなど本当に道具を一つも持っていなかったとしても演じることができるトリックも動画にしています。覚えておくといつどんな時でも周囲を楽しませることができるようになりますからね。ぜひ概要欄からご覧ください。そしてもちろん今後も見てくださっている方を楽しませられるような動画を作っていきます。楽しみにしてくださっている方は今後の動画を見逃さないようにチャンネル登録、今日の動画が参考になった方は後から見返せるように高評価を忘れずにお願いしますね。そして何かわからないことがあった場合はコメント欄にて質問していただけると嬉しいです。ちなみに勉強チャンネルの方も新作動画を作ったので中高生の方は参考にしてみてくださいね。それでは。